I want
デビュー戦のやつです、これ。本当に。本当です。本当のやつです。ない？ない。すすけてる？はい。頑張ります。Yeah!
Yeah!
Yeah!
6人6人ですか、もうしんどい、あのもうお腹揃ってなんかね、自分は贅沢をいただいたと思います。まさかこのチームもそうだし、向こうのチームもそうだし、ノスタルジックなだけじゃなくて、ありがとうをって本当に思った瞬間でしたね。よかったです。本当に私はもうオープニングの VTR を見て見た時からもう私は感動しました。なんかすげえことやってきたんだなって全部思った。なんでですかね、私が言うと全部嘘くさく感じます。ね、本気にみんなのこと大好きで、みんな尊敬してます。私も尊敬してます。本当にすごいことすごいことやってきたなと思った、あれ見たとき。えらいことをやってきちゃったなって。いや、ガイアジャパンっていう団体は化け物ですよ、本当に。そうだね、なんかね、また前場と違う化け物だよね。はい、そうなんです。なんか昔さ、よくアナログって言ったけどさ、今じゃデジタル、今がデジタルとするならば、まあ、例えれば前場はアナログだったのかもしれない。でもアナログはアナログの良さがあった。でも時はちょっと早かったけど、ガイアジャパンがデジタルだったんだと思う、うん、そんな感じですかね。そうですね。最後にファンの人に向けて一言。お前の意見などどうでもいい。いいか、今日見た歴史が終わったわけじゃねえぞ。これからそれぞれの歴史が始まるっていうことだからな。見逃すなよ。これで終わり。 You are not I, 言わなくて。You are not I! いや、久しぶりに。うん、ベモス、何年ぶり？ほんとね、9年。9年ぶり。9年だよ。全集まりました。なんかこのメンバーが集まるのもちょうど15年、2ヶ月ぶりなので。いや、15年経ったら、ね、延期になってね。そうですね。でもそれぞれもう引退、上松は引退して、でも長代さんはまた団体旗揚げして、長島はずっと現役で続けていて、もそれぞれ違う立場になってるんですけど、やっぱりこうして同じリングに集まると、もうその時の15年前の状況に本当に戻りますね。なんかガイアイズムっていう場でね、やっぱりこうレスラーとして殺伐としてっていう試合を求めるかもしれないけど、無理ですよ。こんだけ15年ぶりに来て、私大好きで恨みも何もないのに殺伐としろって9年ぶりにポンってきたって無理だってそれ。でも本当に楽しかったです。やっぱり私は引退してみんなのことを見続ける、応援している立場にな、ファンの人と同じ立場になったんですけど、改めてやっぱりプロレスラーだったっていうのはすごい大きな過去で、みんなが頑張ってる、同期が頑張ってる、仲間が頑張ってるっていうのが生きていく励みにもなるので、だから普通の人になっても一生懸命かっこよく復帰してって言われたら元に戻そうっていう気になれたのは、やっぱりみんなのおかげ、この2人のおかげ、この場にはいないですけど加藤や水波のおかげ、みんなのおかげなので、私はすごい感謝してます。はい、いやでも本当にとっつぁんも延期になってまた1年、よくここまでモチベーションをこう保てて、ね、いたなって、すごい本当に、うん、それはなんか本人すごい心配だったみたいだけど、全然大丈夫じゃんと思って。だからね、私は全然心配してなかったし、うんね、で里村は里村で、ね、アメリカ行っていいですか、ね、ベルトを取ってきて、うん、この15年間やっぱりそういう同期がいるから、あ、自分も頑張んないとと思うし、私は15年前にガイアとツンドが解散した時に、なんでこんなに素晴らしい世界がこんなに低迷したんだろうってすごい悔しかったんですよね。絶対立て直してやるって本気で思ってやってきたんで、どうこうして長谷さんも前ベラスで旗揚げして5年経って陰性中育って、うちの選手もライバルとして陰性中が育って、こうやって形になって女子プロ界が復活してますよっていうところを
見ていただけてすごく幸せですけど、でもまだまだ続くんで、もっと女子プロ界最強の世界にしていきたいんで、私はそれが実現するまでは絶対に諦めません。やり続けます。だからね、ずっと頑張っていきましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。